青森に帰ってきました。はい、ドンキホーテ9階にあるスタミナ太郎ネクスト。今日お昼食ってないぞ。もう3時だ。腹ペコ。行ってみよう。はい、道頓堀グリホサイン。ん、着いたね。使えないね。食べるよ。ね、貸し切りでダメだそうです、ね。しょうがないね。残念、貸し切り。こんなことってあるんだね。スタミナ当たり貸し切り。大阪王将行きます。貸し切ってる人いるんだね。そんなありえないよな。ありえるわけだ。ね、じゃあ次行こう。これノーヘルオッケーなんだね。結局恵比寿橋に来ちゃいました。さあ次は大阪王将行ってみよう。いや、これ平日の昼間で午後3時ですよ。この混み具合、さすがナンバだね。どうだ、大阪王将ね、餃子食べ放題やめてました。最後に残るのはこの1000円焼肉の肉屋。これだね。やってねえよ。嘘、豚山やってる。唯一やってた月曜日はね、ダメだね。ニンニクはマシマシ、あとはマシマシ、マシで、今日のあれってなんかあれ書いてない。野菜だけ普通で、あと全マシね。で、麺はね、二郎系特有の太麺です。ニンニクたっぷりいただきます。これ油揚げだな。唐辛子多め。ラーメンのショーで腹パンパンです。はい、もう夕食いりません。ごちそうさまでした。